はい、こんにちは、本気で中国を狙うなら新日の台湾に行けの著者の新家です。どうぞよろしくお願いします。はい、まずですね、私の自己紹介なんですけれども、まあ、神戸で生まれまして、まあ、神戸育ちなんですけれども、まあ、神戸の中で一番大きな、アパレルの会社に、30年間勤めまして、まあ、その中では、まあ、海外の赴任であったり、東京に勤めたりとしたんですけれども、特にですね、11年半の台湾赴任生活の中で、まあ、すごくこう自分が勉強になったといいますか、経験したことをですね、まあ、これから、まあ、台湾の赴任で、アパレルもしくは小売業で、やられる方にですね、まあ私が、経験したことを、まあ、伝えれたらなという思いでですね、まあ、この本気で中国を狙うなら新日での台湾に行けという本も書いたんですけれども、改めてこの、本のですね、解説といいますか、その辺を、したいなということで、この、音声動画を作りました。で、まず、まあ、今回初めてなんで、初回なんで、はじめにという項目で私、まあ、著書でははじめにの項目になるんですけれども、まあ、普通日本の会社で海外赴任すると大体4年周期ぐらいで、人が変わるんですね。で、まあ、海外の事業行きますと、そこの文化とか習慣などの違いを、まあ、分かって、その運営の中でそのに対してこう打ち手を打っていくというようなことが慣れるのが大体3年半ぐらいかかるんですね。で、特に日本で優秀、頑張ってこられて優秀な方は特に空振りするケースが多くて、まあ、それが3年半失敗が連続すると、で、ようやく分かったぞ、これからやるぞという時にはもう交代ですと、4年経ちましたので日本に帰国してくださいみたいなことで、また新しい、方が赴任に来られて、また一からやり直すというような形になるんです。ですから一番大きな原因といいますかね、その辺は海外事業の経験がないのに、まあ、日本の準備期間中に日本と台湾の違いについて学んでいないということが一番こう大きな原因になるのではないかなと僕は思っています。ですので、まあ、私の経験の中でその3年半の空振り期間をできるだけ短くする、それを1年でも半年でも短くするようなことができたらなということで考えています。あとですね、台湾ってすごい小さなエリア、九州ぐらいのエリアなんですね。人口は2300万人ぐらいなんですけれども、まあ、韓国はそれの倍あるんですね。ですから非常に小さなエリアなんですけれども、ここはすごくまた2回目3回でも説明しますけれども、すごく海外事業っていうのの、まあ、初心者向けといいますかね、そこで学ぶこと、ベースを作ることっていうのがすごい今後の、まあ、中国大陸に行ったり ASEAN に行ったりするときにですね、非常に役に立つノウハウが、身につくエリアなので、その辺も解説していきたいと思います。まあ、この辺で今回は第1回目なんでこの辺にしておきますが、第2回目3回目とお楽しみにしてください。どうぞよろしくお願いします。